はい、こんにちは。えー、っと、明日のですね、9時半、日本時間9時半に、米国の、えー、CPI、7月分、先月分が発表されます。8.7%が分岐点ですと。予想8.7ですね。このハイライトしてあるところ。明日9時半、 夜9時半、米国消費者物価指数、前年比7月予想8.7%、あー前回が9.1%だったと。で、実際どうなんだと。これ、この CPI、コアじゃないですから、エネルギー込みですから、食品込みですから、エネルギー食品をちょっと見たいと思いますね。どうなんだと、エネルギー食品と。まあ、インフレなんですけどね。<laughs> で、 えっと、まあ、8.7%が分岐点と。じゃあですね、これ、物価が下がったのか見てみようと。まず、下がったものもあるんじゃないのかということですね。具体的なデータを見ると。で、1ヶ月、1ヶ月間で見ましょうと。この1ヶ月間、物価が何が一番下がったのかということを見ると。この1ヶ月ですね。ちょっと切れてますけれども。 この1ヶ月間マイナス21%下がったと。マイナス21.34%下がったものがあると。国際商品ですね。マイナス1 7 4 6下がったと。マイナス16.81下がったと。3つ目ですね。マイナス14.96と。おこれ悪い順に、あの、よく下がった順に並んでますね。マイナス13.70と。マイナス10.7、マイナス10.6、マ 10. イナス10.4と。 この二桁下がったのが1、1、一2、3、4、5、6、7、8と、おー、結構下がっとるやんと、この1ヶ月ですね。じゃあ、この、1、2、3、4、5、6、7、8個、8個も下がったと。何下がったかさ、見ようと。この1ヶ月間一番下がったのは、米国のトウモロコシ、シカゴコーン、ロンドンの、これ多分、経由ですね、切れてるけど、材木と。 お米国大豆、大豆油かミールか、はい。とりあえず大豆系下がってると、WTI とお、原油ですね、えー、ガソリン、ブレント、オート麦と、1、2、3、4、5、6、7、8、そうですね、オート麦まで、えー、オートミールのー原料ですね、えー、朝食べる、<laughs> あれですね、で、8個下がってると、 シカゴコーン、下がったと牛の餌ですね。えー、アルコール取ったりもすると。材木、ガンガン下がってるこの1ヶ月と、おお、下がっとるやんと。こんな感じですね。ではですね、続いて、まあ、この CPI は8.7%が分岐点ですよね。8.7%分岐点と。予想ですね。この予想を上振れるのか下振れるのかと。じゃあ物価下がったのかと。 ま、あ一ヶ月では8項目が二桁の下げだった。じゃあ年初来ですね。年初来見てみようと。年初来っていうのは一月一日からですね。二千二十二年一月一日から。はい。マイナス五十二パーも下がってると。年初来ですね。えー、マイナス三十八パー、マイナス十九パー、マイナス十八パー、マイナス十五、マイナス十三、マイナス十二、マイナス一と大きく二桁下がったのが一、二、三、四、五。 6 7 8ということですね。これ、下がってるんだと、今年はと、8個もと。えー、でまだ、この1ヶ月、まだ下げていると、8個あるぞということですね。じゃあ、ちょっと見てみようと。はい。材木が半値になっちゃったと。半分になったと。この50%下がったということですね。オート麦、下がったよ。どう 銅はアメリカとロンドンで上場してますんで、銅も下がったよと。1、2、3、4、ロンドン、これ、軽油かなあ綿ですね、綿花、ああのコットンですね、あのー、次、銀、シルバー、これも下がったよと。1、アルミニウム下がったと。工業繊維ですね、1、2、3、4、5、6、7、8。これだけ下がったと。特に材木が、オート麦が朝ごはん下がったよということですね。 えー、材木、住宅の、えー、材料も下がってよと。朝側も下がったと。電線、どうですね。電線下がったと。これですね。で、この年初来ですね。この8ヶ月、50%、30%、19%、18%と下がっとるぞと。おーおーこれは意外だねということですね。さて、次。<laughs> で、まあ、明日 CPI 発表と。と8.7%が分岐点と。対前年比ですね。 えー、オーバーイヤやで、えー、えっと、8.7%予想と上がっとるぞと。じゃあ、今回ですね、1年間で見ようと。物価下がったのかと。上がったのかと。まあ、下がったものがあれば見てみようと。こういう趣旨ですね、今回は。さあ、この1年間。この1年間で物価が18%下がったと。16%。 下がった。16%下がった。13%下がった。4つ2桁で下げて、下げちゃったと。去年の8月から4項目。まあ何下げたと。こういうことですね。どう下げたと。パラ下げたと。どう。まあ、イギリス、ジョジョですね。銀下げたと。銀っていうのは、これはあの、発電機。太陽光発電機の材料になりますね。はい。あと、歯科治療と。あと、バッテリーと。 ということですね。はい。自動車の部品にもなるということですね。えー、どう下がったと。いうことですね。えー、ということですね。パラジウムも。パラジウムも下がったよと。おこの1年、パラジウムが16%下がったと。飽きられてるんですね。投機マネー。投機マネーに飽きられてるとあ。相場は時間なりということですね。相場は時間なりと。時間とともに力が 減衰すると。減衰すると。こういうことですね。1年間で下がったと。まあ、これまた上がると思うんですけども、とりあえず、買い疲れ。買うのが疲れたよ。現金化しようかなと。こんな感じですね。まあ、8月っていうのは、あの、世界中のファンドマネージャー、あの、お盆休みで、戻ってくるのは9月の初めと。まあ、3週間バカンス行ってると。こういうことですね。ビーチで寝転がっていると。売ったよと。 こう、まあ、夏枯れ相場ですね。こうだと思いますと。で、じゃあ次。あの、明日の CPI、ね、エネルギー込みで、年率8.7%が分岐点なんだけど、ちょっと3年間で見てみようと。3年間でどうなのどうなのよと。3年前っていうと、パンデミックの前ですね。2019年ですよね。はい、この3年間どうなのよと。はい。 やっぱこの3年間で見ますとね、パンデミックを起点にですね、大金融緩和やったでしょし、あの、いわゆる FRB が資産をね、ガンガン買ったと。国債買った、コマーシャルペーパー買った、ハイイールド債を買うと言って、実際買ったかどうか知らないですけど、何でも買うとういうことですね。で、市場にお金をばらまいたと。えー、っと、M2、マネーストック、22兆ですか。 44兆だって22兆ドルあると。株式に回ってない金ですよね。ダブダブになっているということですね。で、そうなれば、金の価値が下がって、ドルの価値が下がって、えー、こういうね、あのー、ドル金利が下がって、ドルの価値が下がって、商品が上がると。で、これ3年間で下がったのはないんだけれども、まあ、まあ、まあ 上昇率がね、あのー、低いものから上げてますわ。7.、この3年間で7.18%インフレがあったと。7.2%インフレがあったと。19.54%インフレがあったと。まあ、上昇率の悪いものね。これ結構ミソなんですよ。この3年間で金余り状態で、そう向かってないんですね。じゃあこの7.1%って何ですかと不人気だと。ドルは紙屑なんだけども、 その中であ、ま、あの上がってない商品、7.1%、7.1%、ちょっとこれ2つ見ると、白金、まあ、プラチナですね、えー、燃料電池のいわゆる電極に使うプラですね、酸素と水素を電極に、えー、反応させると、水素とあ、電気と水になるということですね。 逆のことをやると、電気を、水を電気分解すると、水素と酸素になると。小学校の時やりましたね。試験管に集めて火をつけて、ポーンと音がしたと。あれですね。あの電極プラト。これは将来、冷凍車。あ10トン車、20トン車、30トン車。まあ、100トン車でもいいですよ。鉄道でもいい。冷凍食品を運ぶことは、 バッテリー、リチウムイオンバッテリーじゃできないので、燃料電池になると。こういうことですね。えすぐ充電できるとお。すぐ充電できると。バッテリーの充電は時間かかりますよね。えー、溶けちゃうと、その間にね、アイスクリーム溶けちゃうよと。で、ココアも上がってないと。7%だと。おお、いいねと。いいこと聞いたと。こういうことですね。はい、7%。とだから、発金と、 ココアは上がってないんですね。だからチョコ作ってる製造工場って、ね、森永とか、あー、ハーシーズでもいいですよ。おインフレの、いわゆる悪影響を受けてないわけですよ。そういうことですね。上がってないんだからと。で、金、銀、あと牛、ステーキですね。ブロンコビリーも。おそんな苦しんでいないはずと。牛がね、 1,2,3,4,5,6番目に来てるな。このおで、フィダーキャトル、生後8ヶ月のお未満の牛ですね、えー。30ヶ月餌やって肉にするんですけども、これ生牛牛乳か。えー、っと、上から1,2,3,4,5,6番目と7番目。1,2,3,4,5,6番目。牛乳用の牛27%上がったと。おいわゆる小牛が31%とこういうことですね。 こういうことなんですよ。ところが、餌が5倍、6倍になってますよね。牛は、元牛は安いと。元牛安いけど餌が高いと。こういうことですね。大豆の搾りカスなんかもバカ高いと。5倍、6倍になってるはずということですね。この3年間で。はい。これが上がってない商品ですね。まあ、まあ、上の3つは上がってないと。白金ココアと。上がってないよと。と、金ココア。 プラチナココアあ。なんで上がってないのかと。これは、ヘッジファンドや銀行、製法、生命保険会社の運用者が、あたまたまお金を入れなかったと。気まぐれと。こんだけですね。で、マネーローテーションが起こると、こっちにお金が入ってくるということですね。何かが上がれば何かが下がる。何かが下がれば何かが上がると。こういうことですね。投機、投機ですね。 それは時間とともに力は減衰してくるよということですね。3年、6年、9年、12年と。はい。で、本当にファンダメンタルズ的に、えー、ものがないということが、いうことになれば別なんだけども、この商品、商品の世界というのは、えー、ほとんどが投機マネーですね。G2 の、G2 の森永とか、あのー、この、 牛を買う、肉を買う実需ですね。あの、地に足をつけた人たちのマネーっていうのは少ないはずですよ、これ。はい。で、で、まあ今の今日の話は8.7%があー分岐点と、CPI、えー、エネルギー込みの CPI、オーバーイヤーが年率8.7%。これを上抜けるのか下抜けるということですね。じゃあね、今度は、あー 一番、一ヶ月で見て、一ヶ月で見て、一番値上がりしたの何がね、ということですね。この一ヶ月上がっとるのもあると。と24%、15%、2つしかない2桁上が上昇それがですね、天然ガスと亜鉛ですね。はい。亜鉛。これイギリスで上場していると。ちょっと見ておこうちょっとスピード上げていこう。はい、次。えー、っと、じゃあ次。年初来、1月から上がったと。上がったと。 えっと、気候が致えっ、ー、と、ケ桁型倍になったと。倍になったと。これなんだ天然ガスですね。倍になっちゃったと。次に、豚肉が1.5倍になったと。こんなとこですね。豚肉1.5倍と。おー、次も見ようか。えっ、ー、と、ロンドンの経由かもしれないね。1.5倍になったと。こういうことですね。はい。この年間で見ようと。年間何上がったかと。はい。 ほぼ倍になったと。1.7倍になったと。1.5倍になったと。この3つによると。ガスと、軽油と、ヒーティングオイルと。こういうことですね。はい。えっ、ー、と、この3年間で何上がったと。この3年間、パンデミックで金をお吸いまくって、米ドルがもうゴミだという状態で2.7倍になったとお。2倍になったとおいうものがありますね。2.7倍になったのが天然ガスと。 米国のコーン、トウモロコシ2.7倍になったと。大豆油も2倍ということですね。いいですね。2倍でね。そうですね。ほぼ2倍ですね。天然ガスが2倍と。コーンが2.2倍と。大豆油が2倍と。こういうことですね。で、それが今、下がり始めてますよという話ですね。で、それがですね、明日の CPI に反応するのかどうかということで、 えー、この1ヶ月で見ると、この8項目が2桁の下げということですね。シカゴのトウモロコシと、軽油材木、大豆、原油ガソリンですね、オートミールと、ーオート麦と、2桁の下げということですね。年初来で見ると、さらにひどい年初来からひどい下げに入っていると、えーえー、この半分になっちゃったと。 二桁の下げがあると。いや、発行もあると。材木。ウッドショックなんて、もう過去のことのような感じですね。まあ、これからまた、押し目が入るんですけども、さっき言ったように、マネーストック、M2 がダブついてると。株に行ってない感じですね。悪性インフレは進むとおいうことですね。まあ、で、で、一旦ですね、CPI がこれ8.7%割る可能性があるんですね。 で、これ年間で見ると4つ、1、2、3、4つ、去年の8月から4つ2桁の下げと、同、パラ、同、銀と、ですね。まあ、ちょっとこの辺はエネルギー、生活とはあれかも、関係ないかもしれませんけれども、ということで、私の予想は、この8.7%、これ分岐点、予想が8.7なんですけれども、まあ、前回がこれ9.1だったかな。 前回が9.1%ですね。年率9.1%ぶっ上がったと。今回8.7%ちょっと下がるよと。まあ、これがですね、8.5とかになると、金利が下がって、貯金利が下がって、貴金属が変われると。ドル円は下がると。となると予想しますわ。よくわからんですけど、終わってみるとわからんですけど、結構な円高、 え、いえる国債にショートカバーが入ると。今、これ、円ショートが、円ショートね、タイドルで、円ショートが5万、4万か5万ぐらいあるかな。一旦これ、12万枚ぐらいあったんですよね、資格を。あの、なんだ、あの、登記上の発表によりますとね。さて、えー、っと、じゃあ次。えー、っと、 じゃあ、ちょっとですね、この、もう、もう一つね、この、天然ガスは、2、3年で、まあ、3倍から5倍になってピークを迎えるんですよ。あの、賞味期限が2、3年と。で、価格が3倍、5倍になってピークと。そこからですね、1年間、えー、1年間で、えー、そのピークから80%ぐらい下がるんですね。で、また金が入ると。で、でですね、 この3年間で何が一番上がりましたかってさっき見たら天然ガスが2.7倍になってるんですね。270%上がったということですね。で、まあ、チャートを見ると2020年の4月からこうです。わーっと上がっているって天然ガスですね。で、ちょっとスピード上げていくと、えー、っと、で、天然ガスの過去のバージョンを見ると、やっぱりこの2、3年でピークを迎えて、 3倍から5倍になって、で、それを繰り返していると。ちょっと見ると、えっと、これ2001年か、2001年が3ドルですよね。これそこだったんですね。で、2、3年後、2年後の2003年に17ドルと。5倍になったということですね。5×3 で15と。おまあ、6倍弱ですね。で、これも2年でピークを迎えてゾーンと下がるということですね。 で、2003年にそれでボトムをつけて、そこから2年後、6.38、2年後にですね、2005年に22ということですね。3倍、4倍か、3倍、3.5倍ぐらいか。あー、ここからポーンとなって、2年ですよ。で、ドーンと下がっちゃうと。う80%下がっちゃうと。で、こういう波があると、2年、3年上がって1年下がる。2年、3年上がって1年で元にも、もう、まあ80、80%下がるということですね。 で、こういう波を持っていると。で、今回も、今回も、もう2年と、8ヶ月、えっ、ー、と、2年と、えー、3、4、5、6、7、2年5ヶ月経ってるんですね。で、まあ、値段はいいんですけども、賞味期限が近づいてきてると。で、えー、は、まあ80、80%ぐらい下がる可能性があると。一旦、ピークを迎えて、底をつくと。で、これをですね、 もうちょっと詳しく見ると、えっと、1997年ぐらいから見たいんですけれどもね、1997年のパターンと。んほう。載せたつもりがないですねと。あ,あった。これですね。 は<ほ>い。<laughs> これあの、1997年の3月から、今現在までの天然ガスなんですけれども、だいたいこのですね、2、3年上がるんですよ。このように。2、3年上がって、えー、元に戻る場合もあると。エッフェル塔のようになると。1年でエッフェル塔。で、2、3年上がって、さっき見ましたね。2000年のバージョン。ドーンと下がって、1年でね、下がると。で、また、 2、3年上がって元に戻る。で、2、3年上がって元に戻る。こういうことですね。これ2、3年の波を描くと。で、2020年の4月からもう2年5ヶ月上がっているということですね。で、トーンとこれ下がる可能性がある。と。今までのパターン。これ、アルゴリズムの取引ですから、コンピューターにですね、あの売買指示を書いてあるというですね、これがもう80%、90%ですから、今の取引ですね。手で 手作業でやってるのは僕,僕ぐらいのもんですね。で、1997年。で、一方ですね、プラチナってそんな上がってないですよね、まだ。この3年間で7%しか上がってないと。と金吸った割には、ドルがゴミの割には、金が回ってないということですね。1997年から見ると、えー、これプラチナですよ。で、 えっと、こっちが、この、この,この、この、この、激しい波形が天然ガスと、テプラチナっていうのは、えー、一度上がり始めると、息が長いんですね、と。えー、97年から、2008年まで、えー、10年相場になるんです、と、こちらですね。で、これですね、金が入ってないですから、2020年から7、7%しか上がってないですから、 これもしかしたら10年相場2030年ぐらいの大相場になる可能性がありますよと。素人にとってはこっちの方がやりやすいと。現物買って貸金庫に入れとくだけでいいですからね。現物取引ができると。プラチナですね。田中金属が買えると。で、天然ガスに関しては、これは海外の、えー、証券会社を通した 先物取引になりますから、意外と財布,の中身も財布の中身と精神力を試されると、こういうことですね。はいでは、ちょっと今日の予想、ちょっと話をもう23分になりましたの、ね、で、まとめますと、この明日の CPI ですね、年間8.7%が分岐点なんですけれども、これね、割,割ってる可能性が多いですね、8.5とかですね。うん、はい えー、そうしますとどうなるかと。国債が買われて、金利が低下して、えー、ドル円ブームがパンクすると。一時的にパンクするですね。えー、9月になったらファンドマネージャー戻ってきますので、ただまた買い出しが起こると。今日は以上です、えー。ご視聴ありがとうございました。